本の裏話だだと思ってて聞いいいただければ面白いございます昨日は撮影方法の話をしました。これは仕事のやり方なんで、ま、いろいろ解釈あると思いますが、徹底した主役優先という作法をこの撮影所は守っとる。私は40年以上のこのキャリアの中で、これほど主役として大事にされたことは、初めてです、はっきり言って。うん、その、その典型例が、この、 渦ずさの風と題してお送りする今日でございますね。はい、暑いんです皆さん <laughs> 京都の夏のね,ね今ね、あの、流れてるやつ全然暑さ映っとりませんがね。えー、暑いんです皆さん暑いでしょう。暑いんです木津川のほとりで五郎光一行の歩きなんてのやるん、はい、土手道ある分、いろんな土手歩いてきましたが、荒川とか、京都木津川の土手、暑い <laughs> 影一つない <laughs> ところが不思議なことに、はい、私の周りだけ風が吹くんですはい、はい、その日木津川の土手道を歩く五郎光一行という時代劇のロケにはもってこいの風景ですがここ影一つもない <laughs> はい真っすぐの砂利道野 <laughs> ざらし その時に気象庁の発表した温度が35、6度でしたから。これ炎天です。砂利道。<ー>おそらく40度を超えてると思います。はい、ここに私のスタッフの事務所の社長でございますが、伊藤ちゃん。この人が日傘を差してちっちゃーな影を、ちっと私の頭に <laughs>、はい。<laughs> 横にいる井っていうのは、うち屋では葬ぐんですね。はい、私の着てる衣装は、あれね、 毛布2枚分以上の厚さがあるんです。あ、そんななんですかで、鉄鋼キャハンですから、ね、はい、ルーズソックスに、あ,はい、あんた、軍手てはめてるような格好あっつえならんの。<laughs> もう、煮えたぎるような大気の中、はい、涼しさーな顔をしてやんなければならないわけであります。<ー>ゆらりとも草の入れぬ真昼の出来事でございますが、<laughs> 本番って言と、スタッフは忍者のように土手下に転がり落ちて身を隠すんですね。はい、正面からキャメラ狙ってますから。はい。よーいあ、たまたストップがかかる。太陽が雲に隠れちゃったんで。<ー>出るまで5分ばっか待ってほしい。うん、土手に上がってこようとする伊藤ちゃんですが、もう彼はある程度の土地なんで。<laughs> <laughs> スリップしてるんですね。坂井くんはなんかお腹なんか打って動けなくなった。その時に私の顔にビヤーっと風が。 風がスケさん格さんには吹いてないんですが、私だけ吹くんです。はい。爽やかな風が土手下から吹きつけるんです。えなんと、扇風機娘。<laughs> <laughs> この子の仕事は私に風を当てること。スタジオだろうが、オープンセットだろうが、ロケだろうか。 私に風を当てる。<ー>このことのためにこの子は生きてるんです。<ー>ずわ狙い続けん。扇風機娘。電源車から延々と電源引っ張ってきて、<ー>抱えてる扇風機、工業用、直径40から50もあろうっていうのを脇に抱えて、<ー>女の子だから足で踏ん張らないと持ち上がらない。い構えた格好が俵屋総達が描いた風神のようっていう。<laughs> で、ずー と私を狙い続ける。はい。俺初めてだよ。<laughs> 俺用の扇風機係って、ニックネームは扇風機娘。<laughs> 別の名を風人娘って言うんだけど。<laughs> この子はもうちょっと本当悪いけど。汗と泥まみれ。はい。その間、愚痴一つこぼさない。にこりともしない。毎一文字に唇を結んで、とにかく私にせっかくいた扇風機で風を送る。工業用の。はい。 もう一人だけ紹介しておこうかはいえみちゃんっていう子がいますこの子はですね衣装のえみちゃん、うん、ジーンズなんですけどもその上にショートのワンピースを着込んでその上から T シャツで首に襟巻きのタオルを巻いてるんですよは<う>熱いでしょはいお前熱いだろうって言ったら「はいはい、この人しかんと怒られるんですわ」っ<え>誰にあお母さん達にあの<母>衣装部のうん 俳優さんの衣装直すときに、前鏡になると胸元が見えたり、ちょっとお尻向けることもあります。その時にジーンズと T シャツが裸けて見えたりすんの。ものすごいお母さん方か,から。へ<ー>何してんねんあんたはい,い。俳優さんにどこ見せてんねんって。<ー>何食べらんでんねん<ー><ー>すごいなきつく言われましたから。へえ<ー>。すごいだろ。 はい、あまりおばあちゃんに鍛えられてしつけを覚えた孫のような子。このエこミのちゃんってのはペコちゃんみたいな顔して喉かな、はい、だけど、もうすっごいのが幻覚で、まだルールがあるんだな。結髪、はい、のうカツラの子でケンちゃんって男の子がいる。はい、この子とエミちゃんが撮影にストップかけるんですよ。なんでか。 結発と衣装は最優先。はい、皆さん言っておきますがね、今12月水戸黄門見てる方、<laughs> 涼しそうにやってると思うでしょ。<laughs> あれね、額肛門様、あそこ割れてくるんです、熱で。えー、そこから汗が出てくんですよ。はい。いつも肛門様襟なんかきれいに合ってるでしょ、うん、あんなんブカブカですよ、現場ではね。<laughs> それを本番の前にピタッと合わせるんです。ほう。エミちゃんが。エミちゃんが。ほんで、けんちゃん。 鉄髪、はい、のケンちゃんが下に叩くんです。<laughs> <laughs> それがほんのちょっとでも割れたり、カツラの毛一本がペロンと出ただけで、<ー>待ってください飛び出してきたら全部待たなきゃいけない。はい、流儀なんです、渦正の。だから4回戦なんかできないの分かるでしょ、これで。カットドリなんですよね。それで、この扇風機娘と、 衣装のペコちゃんがひそやかに話す会話をちょこっと聞いて私感動するんですが、その感動の二人の会話は来週のお楽しみということで、はい、この次また来週のまな板の上でつない。はい、ところが、不思議なことに。はい。私の周りだけ、風が吹くんです。はい。その日、木津川の土手道を歩く五郎光一行という時代劇のロケにはもってこいの風景。 ですが、ここ、影一つもない <laughs>。はい。まっすぐの砂利道。野 <laughs> ざらし。その時に気象庁の発表した温度が35、6度でしたから。うわぁ。これ炎天です。砂利道。<ー>おそらく40度を超えてると思います。はい。ここに私のスタッフの事務所の社長でございますが、伊藤ちゃん。この人が日傘を差してちっちゃーな影を、ずらっと私の頭に。<laughs> はい。 横にいる境っていうのは、うち屋では大群ですね。<laughs> はい、私の着てる衣装は、あれね、毛布2枚分以上の厚さがあるんですあ、そんななんですかで、鉄鋼キャハンですから、ね、はい。ルーズソックスに、あ,はい、あんた、軍手てはめてるような格好な <laughs> あっつえならあんの。<laughs> はい、もう、煮えたぎるような大気の中、はい、涼しさーな顔をしてやんなければならないわけであります。<ー>ゆらりとも草の入れぬ真昼の出来事でございますが、<laughs> 本番って言と、スタッフは忍者のように土手下に転がり落ちて身を隠すんですね。はい、正面からキャメラ狙ってますから。はい。よーいあ、待った待ったストップがかかる。太陽が雲に隠れちゃったんで。<ー>出るまで5分ばっか待ってほしい。うん、土手に上がってこようとする伊藤ちゃんですが、もう彼はある程度の土地なんで。<laughs> <laughs> スリップしてるんですね。坂井くんはなんかお腹なんか打って動けなくなる。<laughs> その時に私の顔にビヤーっと風が。 風が助さん格さんには吹いてないんですが、私だけ吹くんです。はい。爽やかな風が土手下から吹きつけるんです。えなんと、扇風機娘。<laughs> <laughs> この子の仕事は私に風を当てること。スタジオだろうが、オープンセットだろうが、ロケだろうか 私に風を当てる。このことのためにこの子は生きてるんです。<ー>ずわ狙い続けん。戦機娘。電源車から延々と電源引っ張ってきて、<ー>抱えてる扇風機、工業用、直径40から50もあろうっていうのを脇に抱えて、<ー>女の子だから足で踏ん張らないと持ち上がらない。い構えた格好が俵屋総達が描いた風神のようっていう。<laughs> でずわー 私を狙い続ける。はい、俺、初めてだよ。<laughs> 俺用の扇風機係って、ニックネームは扇風機娘。<laughs> 別の名を風人娘って言うんだけど。<laughs> この子はもう、ちょっと本当悪いけど。<laughs> えー、全然暑さ映っとりませんがね。暑いんです、皆さん。暑いでしょう。暑いんです。木津川のほとりで五郎光一行の歩き、なんてのやるん、はい、土手道歩くん。いろんな土手歩いてきましたが、荒川とか、はい 京都木津川の土手、あっぜ影一つない <laughs> ところが、不思議なことに、はい、私の周りだけ風が吹くんです。はい、はい、その日、木津川の土手道を歩く五郎光一行という時代劇のロケにはもってこいの風景ですが、ここ、影一つもない。 すぐの砂利道。野ざらし。その時に気象庁の発表した温度が35、6度でしたから。うわこれ炎天です。砂利道。<ー>おそらく40度を超えてると思います。はい。ここに私のスタッフの事務所の社長でございますが、伊藤ちゃん。この人が日傘を差してちっちゃーな影を、ずーっと私の頭に。<laughs> はい。<laughs> 横にいる境っていうのは、うち屋で大ぐんですね。はい。私の着てる衣装は、あれね、 毛布2枚分以上の厚さがあるんですあ、そんななんですかで、鉄鋼キャハンですから、ね、はい。ルーズソックスに、あ,はい、あんた、軍手てはめてるような格好 <laughs> あっつえならあんの。<laughs> もう、煮えたぎるような大気の中、はい、涼しさーな顔をしてやんなければならないわけであります。<ー>ゆらりとも草の入れぬ真昼の出来事でございますが、<laughs> 本番って言と、スタッフは忍者のように土手下に転がり落ちて身を隠すんですね。はい、正面からキャメラ狙ってますから。はい。よーいあ、またまたストップがかかる。太陽が雲に隠れちゃったんで。<ー>出るまで5分ばっか待ってほしい。うん、土手に上がってこようとする伊藤ちゃんですが、もう彼はある程度の土なんで。<laughs> <laughs> スリップしてるんですね。坂井くんはなんかお腹なんか打って動けなくなった。<laughs> その時に私の顔にビヤーっと風が。 風が助さん格さんには吹いてないんですが、私だけ吹くんです。はい。爽やかな風が土手下から吹きつけるんです。えなんと、扇風機娘。<laughs> <laughs> この子の仕事は私に風を当てること。スタジオだろうが、オープンセットだろうが、ロケだろうか 私に風を当てる。<ー>このことのためにこの子は生きてるんです。ずーっと狙い続けん。<laughs> 扇風機娘。電源車から延々と電源引っ張ってきて、<ー>抱えてる扇風機、工業用、直径40から50もあろうっていうのを脇に抱えて、<ー>女の子だから足で踏ん張らないと持ち上がらない。い構えた格好が俵屋総達が、